ユージン・エリー軽巡洋艦バーミングハムからの発艦。走行巡洋艦ペンシルベニアへの着艦。飛行艦板の前端に貼られた布は、万が一飛行機が停止しなかった場合、飛行機を受け止めるためのもの。ユージン・バートン・イーリーは、アメリカ合衆国の初期のパイロット。初めて艦上から飛行機で発艦したパイロットであり、また初めて艦上に飛行機で着艦したパイロットでも、ある。 アイオワ州、ウィリアムバーグで生まれ、ダベンポートで育った。アイオワ州立大学を卒業後、サンフランシスコで自動車の販売やレースに参加した。1910年初めオレゴン州に移り、EHEM のもとでセールスマンとして働くが、ウィリームが販売権を得たカーチス服用機を操縦して壊したので、事故機を購入し、数ヶ月かけて修理して操縦法を学んだ。 ポートランドあたりで飛行し、ウィニペグの展示飛行会に参加し、1910年6月にミネソタに行き、クレン・カーティスとアイ・カーティスに雇われた。1910年10月、イーリーとカーティスは、アメリカ海軍のワシントン・チャンバースとアイ・艦船場から飛行機を発艦させる実験を行った。1910年11月14日、 軽巡洋艦バーミングハムの全艦班に設けられた特設の飛行艦班からカーチスモデル D により発艦し、世界で初めて艦上からの飛行機での発艦に成功した。さらに2ヶ月後の1911年1月18日には、ヒュー・ロビンソンによって考案された着艦フックを使ってサンフランシスコ湾に停泊中の走行巡洋艦、ペンシルベニアの飛行艦班に着艦し、 世界で初めて感染への飛行機での着艦に成功した。イーリーが行った初着艦実験は、感染上で飛行機の初着艦が可能であることを実証し、後世の航空母艦に続く石となった。その後も飛行賞を続けたが、1911年10月19日、ジョージア州、メーコンで墜落し、事故死した。没後の1933年フランクリン・ルーズベルト、 大統領から海軍航空への貢献に対して、主君機構十字章が送られた。ありがとうございます。